どうもまるばらチャンネルです。はい、どうも、今日はですね、セブンイレブンで買ってきた新商品豚麺ビッグを食べたいと思います。よいしょ。お、でかいっすね。あっち久々に見るわ、豚麺、うん、駄菓子屋で食ってねえわ俺。買いはしましたけど、買ったは買ったけど、多分なんかね、なんかあんまり、まあビッグになるとフォークがついてません。はい、味は豚骨味でございます。もともと醤油味なんだっけ。いや、わかんないですね、何味が。何味開けまーす。言うてなんか豚麺懐かしいみたいになるけど、俺ら全く食ってないけど、うん、懐かしくもなんともねえよね。もう匂いは素晴らしいですね。うん、でもやっぱこの大きさになると具材が入ってないと、なんかすごい、なんか物足りない。うん、うん、せめてネギぐらい入れてほしいなみたいな。買えばよかったね。うん、ネギ。ではまあ一口目、はい、いただきます。ではまずスープから、うん、感想をどうですか。うん、なんかあれだね、なんかこのぐらいのデカさになると、豚骨味って言ってるけどシーフードやね。あ、そう、うん、シーフード、あのカップラーメンの味が、ほんと、はぁ、なんとなくまあ匂いもそんな感じだからな、うん、まあね、豚骨がわからない。じゃあ麺を食べます。あとは慣れない、うん、シーフードシーフード、豚骨味より、まあ、てか、なんか、なんつうのかね、あんまりなんか美味しくないっていうか、なんか、まあ、所詮豚麺だっけね。 あの小ささだから良かったんですよ。そうこれ、それでかくしてもなんか、でもなんかすげえ量いっぱい入ってるような感じですね。マジ容量は一撃もらっていい、うんうん、ごまが入ってる、うん、ごまぐらいですね。おー、入ってきます。シーフードだね、うん、豚骨は豚骨感ない。うん、お前それ俺のまま吸いだから、お前やめろよ。本当です、僕は蜂蜜レモンです。見切れてるよ。いや、でも確かにね、いや、この前のさ、うん、駄菓子のやつ食ったやつとさ、全然違ってさ。味違いますか。全然違うしさ、全然うまくねえわこれ。なにこれ。まあ、スープとやっぱ麺だけじゃないのかな、うん、あれ、ちっちゃいのってなんかナルトみたいなの入ってるよね。入ってたちっちゃいの入ってなかったっけ。もう全然食べてないから。まあ俺も言って食べてないし、なんだ、ちっちゃいの、あの豚麺うまくないわけじゃないけど、豚麺って思って食うと、うん、何これってなる。まあ豚麺の良さはね、あのフォークでね蓋をするっていうね、うん、あれがいいんだよね。なんかもういらんわ。あ、ただ麺だけ食べてるみたいな。なんかそれが懐かしい人は懐かしいで買っちゃうけど、うん、うん、まあロングセラーになるかどうか微妙だよ。まあ出たばっかりですから、まあ分かんないけどね、案外こういうのは、まあ具なしだからね、なんか具買ってきて自分なりにカスタマイズできるんじゃない。それが、それを目当てでやったんですかね。うん、カスタマイズできるし、味薄めだから普通のカップラーメンより量多分いっぱいあると思うんですよ。あ、なんとなく、うん、うん、じゃあまとめてもらっていい。まとめてもらっていいって言われてもね。でも多分ラーメン好きのこれは、うん、麺を食べて最後にここに米を入れると多分美味しいと思います。
はい皆さんもやってみてください。はい、さよなら。じゃあねー。